2019年の台風19号による豪雨災害から3年となるきょう県内で最も多い11人が亡くなった丸森町で追悼式が営まれました式には遺族や関係者らおよそ90人が参列しました2019年10月の台風19号で県内では死者・行方不明者が合わせて22人でこのうち丸森町では11人が死亡 一人が行方不明のままです家族も家屋も畑とかも全部も失ってしまったんですけれども自分自身で頑張っていくしかないと思うので丸森町では先月末時点で114世帯201人が仮設住宅や 賃貸住宅を利用したみなし仮設での生活を余儀なくされています。